皆さんこんばんは、MK です。ゼルダの伝説トワイライトプリンセス HD パート69やっていきましょう。今回も前回に引き続きアミーボ限定の獣の試練の方を進めていければと思います。現在何回なのかももう分かりませんが、とりあえず進んでいくしかないということで、引き続きチャンネル登録と高評価をして応援の方よろしくお願いします。ちょっと待てよ、思ったより敵が多いな。そしてこのまずはサイを倒す必要があるかと思います。そうしないと他のやつとてね戦ってる間突っ込まれてしまいますので、はい、サイを倒したら今度は周りのコウモリを一気に倒していきましょう。 OK、 デグババも巻き込めたら最高ですよね。いいぞいいぞいいぞ。そう、結構ね体力がこっからは重要になってくるかと思います。前回まででウルフリンクのアミーボを使って一回体力全開にして、その後ゼルダのアミーボもね使って体力全開にしちゃっているということで、多分こっから体力回復手段がないんですよ。もしくはシークのアミーボを使えばもしかしたら回復できるんじゃないかとは思っているので、まあちょっとシークのアミーボは一応準備しておりますが、まあ使わないに越したことはございませんから、使えない可能性もありますからね、そこんとこ意識してやっていきましょう。うわ、これ影の魔物か。ちょっと待てよ、一気に倒す必要はないよね多分。そう、一気に倒す必要があるのはでっかいタイプの影の魔物だけだと思います。これで結構下は倒せたんじゃない。あと上、ちょっと待て、上登んなきゃいけねえな。うわ、それやりづら。一旦ここで乗ります。ここだったらダメージ受けないってこと。いくよ、ほーい。で一回落とす。あの上のやつもやらないといけないんだけど、これ内側にこうやって隠れておけば大丈夫かもしれん。ちょっと待って、後ろのやつ大丈夫か、撃ってこないか。一回これで落とす。あー、追撃はできないか、とどめを刺すこともできない。もう連続で攻撃しちゃいましょう。カメラがぐっちゃぐちゃでございますが、まあまあまあ倒せればいいということで、これさ、ちょっと待って、ハートとかないよね他に。センス、いや、ないなないですね。だとするともう、うわ、何、うーわ、出た、ザントの頭だ。これいけるか。マスターソードだったら一発なんですけど、マスターソードじゃないから何発かかかりますよこれ。まずはちょっとコウモリを先にやっちゃいましょう。はい、オッケー。ちょこまかされるとあれですからね。これ3発じゃダメか、4発か。うわ、もうドイツがドイツだか分かんなくなっちゃった。これどこ行った、どこ行った、どこ行った、どこ行った。はい、まずはコウモリ倒す。こいつ1、2の3発。やっぱり3発で1回いなくなっちゃうな。はい、でこれで1、2の3発。あ、6発っぽいな。1、2の3、いたいたいた、3発。こいつはまだだった。もう1体あと3回攻撃すれば消えるやつがいる。1、2の、はい、3でどうだ。 OK、 こいつ消えました。で1、2の3で、ああ、弾気つけろ。1、2の3、これで終わりか。まだか。こいつだけまだ1回も攻撃できていなかったみたいですが、どこ行った。いた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 。はい、君が最後とどめさしていきましょう。 OK。 いや、これこの霧とかが出てくるとセンスで進むしかないから若干画面見づらいな。またか。待て、どうなる。うーわ、ちょっと待って、危ない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 。ちょっと一回落ち着け。妖精ってこれ機能する。いや、怪しいよな。そう、妖精もうとりあえずないものとしてそれは考えるしかない。いくよ。はい、ここで、あたたたたたたた、ちょ待って待って待って、こいつら、いや全体攻撃の方がいいんだけど、弓矢が多分ね結構な頻度で飛んでくるから全体攻撃はなかなか発動しないと思いますが、はい、発動。じゃあもう弓矢撃ってくるやつからなんとか攻撃しよう。ほら、背中を見せるな。おれ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 、ちょ待って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 、いや、その奥のやつ行きたい。ちょちょちょ、はい、全体攻撃で倒していく、素晴らしい。これであとこいつだけ、こいつあと一発ですよね。オッケー。ハートあんじゃない？ここで1個？あ、1個か。なんかハートたまにあるんだけど1個なんだよな。もうちょっとあってもよくない？そしたら、お、待って、終わりか？なんか最後っぽくない？え、ここだけなんか装飾違うよ。ほら、今までのところと。ちょっと違うよね。この垂れ幕とかもさ、なんか上になってるし、これ最後じゃない？行きましょう。壺とかも用意されてるから、ここでハートが回復できると見た。いきますよ。え？こいつらだけ？あ、じゃあ全然簡単じゃん。うわー、デグババもいますね。ちょっとそれは気をつけないといけませんが、まあ言うてもあいつらも効くから外さなければ。うわ、何だ？びっくりした！びっくりした！ちょっと待って！特殊仕様すぎるっていきなり。え？
これやっぱ最後っぽいぞ。行くぞ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 。はい、これで待って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 、上どうやって、上登りたい。うわ、危ない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 。ちょっと待ってちょっと待って、特殊仕様がすぎるわ。まずはこの骸骨を先に倒します。デグババやっといた方がいいな。はい、これで3発でザントの顔いった。ちょっと待って、ザントの顔行くぞ。うわ、デグババ目に入っちゃったから、まずはこいつ倒します。で1、2の3発で1回消える。落ち着け。はい、でデグババ目に入ったからやる。落ち、なんかさ中にもいるんだよな。どういうこと、後で出てくんのか。はい、1、2の3発あんたじゃないか。最後はどこ行った、君か。君だけタイミングがずれているような気がしましたけども、もうごちゃごちゃ言ってもしょうがない。適当にいるやつから攻撃していくしかありません。オッケー、まずは1体で、こいつで2体目、あと1体いるぞ。どこだ、いた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 。ザントの頭どこ出る、ほら君が最後か。はい、1、2の3で、まだねデグババがいる。はい、じゃあデグババ先倒す。これで終わりか。え、連戦、ちょっと待って、うわまだいるんか。え、さっきいた1、2の3で、はい、これで終わり。え、デグバ、うわやっぱりなんか地形が変わってくぞ。次はなんだなんだ、何も出ない。え、センス違うな。え、中こいつ、こいつ何、なんか中にいるっぽいけど出せないよ。え、ちょ待って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 、登んのか上に。え、いなくね、こいつしかいな、ちょ待って、なんだなんだなんだ、中入れんのかどうにかして。え、こいつ何、こいつしかいない気がするけど、中入れる、上から行く。あ、あスイッチだ、スイッチを押す。え、これ、あ、押して中から出て、うわ気持ち悪、なんだこいつ。待って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 、はい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 、ピクミンの敵を倒します。これ一気にさ、あの全体攻撃で、いやー出た、全体攻撃壁に当たるとキャンセルになっちゃうんすよ。はい、どうだ、終わったか、まだだなまだだな。そのスイッチを結局全部押さないといけないんでしょ。 OK、 わかりました。火を消すんだ、なるほどね、そういう扱いね。こっちに進んでスイッチを押す。そうすると中からやっぱ出てくるよね。はい、じゃあこれ一気に、ああやっぱガードされるとねダメなんですよ。1、2、3、4、5で、ほらいいぞいいぞ、1、 OK ナイス。まず1体倒したよ、1体倒したよ。ちょ待って、2体はきつい、2体はしんどいよ。1体ずつ行こう、1体ずつね。えちょっと、ちょこれでさ攻撃モーションに入った瞬間、あのこうやって、 OK、 キャンセルすれば一気に攻撃できます。 OK、 いいよ。でこれで攻撃モーションに入った瞬間離す。 OK、 ナイス、いったいったいったいた。1、2、3、 OK、 素晴らしい。まだいるか、まだいるな、あと2か、行きましょう。上に登ってスイッチを押します。今度は誰が出てくるんでしょうか。あ、あんたらは余裕よ。ほら一気に行くぞ、ほら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 、オッケー。これであと3体、ほら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 、ナイス、これで終わり。したらもうあとそこだけか。え、最後難しいか、それかこの4箇所を終わらせればまた敵が出てくるという可能性もありますが、とりあえずやるしかない。はい、どうだ、うわあんたらか。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、まずはこれあれだな、トリケラトプスを倒した方がいいな。後ろから、あー違う違う、君たちじゃない、君行って、トリケラトプス先行きたい。ほらほら、オッケー、いいぞ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 。はい、ちっちゃいトリケラトプスちゃん、うしょ、違うんだよね、注目が、いや注目がずれる。落ち着け、待て、はい、こっち引き寄せて、ここで待て待て、うわ無理だ、あーだだだだだ、うわ今のだったら行けばよかった、おらおら行けないっす。で1、2、3、4、5、いいよ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 、あとこいつだけ、もうコウモリもいないか、だとしたらもうこれで行っちゃった方がいいな。はい、来いよ来いよ、あーっと、オッケーオッケー、いけ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 、ちょっと今勝手に解除されましたが、はい、これで全滅じゃなかった、ラストはコウモリかい。オッケー、どう、終わった、終わった終わった、あ終わった、これ終わりでしょ、どう考えても終わりだよやっぱり。え、大妖精がいる、こんにちは、終わりましたか。過酷な試練を乗り越え、よくここまで来られましたね。いや過酷だった。シークのアミーボまではなんとか使わず来れましたけどね。それではその勇気をたたえ、私から祝福を与えましょう。あ、大妖精ではないのか、おお、そして
来た、底なしの財布を受け取った9999ルピーまで入れられる、あるじゃないかそこ、ということで来ました。そう、底なしの財布、これが手に入るんですよ。ただ9999ルピーまで貯めることがあるかと言われたらないんですけどね。地上では多くの人があなたの力を必要としているようです。さあお戻りなさい、ということで、あなたは何なんですか？太陽星ではないのか？おー、何あれ、すげえ、ウルフリンクのアミーボ。あ、待て待て待て、最後になんか宝箱あるよ。じゃあこちら開けていきましょう。はい、中からは200ルピー、ありがとう。ちょっと待って、これすごくない？え、何これ、ちょよく見して、すげえ。あ、何、あ、すげえ、ちゃんとあれなんだ、カメラが変わるんだ、ここに来れば。へ、あ、ミドナちゃんが反応してるよ。上に乗れんの、おーすげえ。すごい、なんかアミーボっぽい最後仕掛けでいいですね。はい、ここに乗ればカメラがそうなって、ここだったら、あ、斜めから見れると。で、こっからだとミドナジャンプで上まで行ける。あ、だだだだだだ、ミドナジャンプで上まで行けますと。おいいね。いや、こういうなんか特別なね、設定っていうか場所がやっぱアミーボっぽくて、MK さんは大好きでございますが、いや、やっとアミーボ、獣の試練、クリアすることができましたね。他には何も仕掛けがなさそうですので、帰りましょうか。ミドナちゃん、このまま外に出てもいいか、やり残したことはないよな。はい、大丈夫です。いやー、よかった。なんとかクリアできました。クリアタイムがまあ10時間っていうのは MK さんが放置してるからねあの途中でさ、やめらんねえ、セーブできないからさ、このゲーム、あの収録の間に放置してるんで、よろしくお願い。あ、39時間まあいいんですよ。ハートが減った数が44と 0.5 と、まあ最大コンボも記録されます。あ、40回だったんだ、なるほど。50じゃないんだね、マックスが。オッケー。ということで、アミーボ要素全クリアでございますので、これで、ちょっと待って、コレクト画面に行くと、おお、底なしの財布来た。大きさの割にたっぷり入る不思議な財布。9999ルピーも入れられると。よし、これで、アイテムが今度こそコンプリートでございますが、まあ残りは一つこれだけですね。ハンコのみでございます。50分の47と、3つ足りませんので、まあこれはハイラル城じゃないかな。ハイラル城だと信じて進みましょう。で、最後の最後、ハイラル城じゃなかったら、まあまた戻って探したいと思います。ということで、じゃあまずは城下町前まで飛びますよ。手紙とかあるかな？どうだろう。そう、手紙もね、コンプリートしたくて、MK さんいろいろ調べてきましたというか、まあ自分のね、昔の完全クリアのデータを見てきましたところ、16枚が最大みたいです。なので、まあ、ここ突っ切って、ポストマンが来なかったら16通あるか数えてみましょうか。来ないな。ってことはもう揃ってんのか。まあ一応じゃあこれ中に入ってから見てみましょう。クリア後じゃないと手に入らない手紙とかはないような気がしますけども。手紙で上からいきますよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16。あ、揃ってるわ。揃ってますわ。手紙。オッケー、これ手紙もコンプリートでございます。なのでもう本当にあとはハンコだけですね。コレクトアイテムの装備全部揃ってますし、奥義も全部揃ってる、浮き釣り日誌ももちろん全部揃ってる、で金色の虫も全部揃ってアゲハちゃんに渡してる、で矢立ても最大ですし、ゴーストの魂も、60個コンプリートしてますし、底なしの財布もゲットしておりますし、爆弾の持てる数もね、最大まで来ておりますし、まあそうですね、このランも全部埋まってて、空き瓶とかも揃ってますからね。ここはおばちゃんなので気にしない、ということで、本当にあとはじゃああれだけだ、何ハンコだけっていうか、今ウルフリンクの姿だとまずいかもリンクの姿で入んないとこれハイラル城多分いけねえな、ということで、はい、じゃあリンク、人の姿に戻ってもう一度城下町の方行きましょう。体力はマックスなので、まあ、行っちゃっていいんじゃないかな。マロマートも寄る必要はないよね。今、弓矢が？あ、45か。ちょっと待って、弓矢だけ買ってこうか。マロマート朝からやってる？あれ？もしかして、昼じゃないとやってないかも。朝から開店する商売が上手なお店であってほしいけどね、マロマート。こっちだったっけか？ここのゴロンのとこを一本渡ってからだった気がします。入れる！
商売上手、やっぱりね、朝から主婦とか買いに来ますから朝一から開けとかないとね。マロマート城下町店、はい、ということで矢をくださいな、マロマート城下町店へようこそ。買っちゃいな買っちゃいな、ということで、じゃあ矢行けるとこまで買おう。45100まで持てるんだよね。だからまだまだ買わしてくだ、あ、待って、今の買ってないよね。B をしちゃった、私間違って。矢、はい、よろしくお願いします。買います。これで55、はい、もう1回でこれで65、さらにいきます、75で85の、はい、95、過ぎた分持てない分はっていうテキストが出るんじゃないか。あれ出ないか、出ないけど100本までだからもうこれでいいんじゃないか。スタートボタンで OK、 マックス持っております。一応ポケット爆弾虫と爆弾もマックスにしておきますが、せっかくだからね、ラストダンジョンですから、ここでお金を使わないともう無駄になっちゃいますよ。上行って爆弾こちらかわして、あいいです、大丈夫です。ってことはこれでマックスで、ポケット爆弾虫も、はい、入らない分は損しちゃいますけども、お買い上げ。まあそうだね、薬とかはいらないな。妖精妖精妖精大妖精の雫でいいかと思います。本当は大妖精の雫2つの方がいいかもしれ、いや妖精だな。そうですね、妖精を持っていきましょう。その方がなんかふとした時にゲームオーバーになる可能性がね、下がる気がする。ということでマジックアーマーも持ってるので、まあ最悪他のルピーはマジックアーマーで消費するという形にしましょうか。いよいよ最終ダンジョンだと思うとちょっと緊張するな。トワイライトプリンセス長かったけど、これで終わりでございます。あ、ちゃんとムービー入るんだ、ミドナちゃん。じゃあ中に入ろうか。お、影の結晶石を使って、そう、そのさ、おお、大丈夫、あ、そことくっつくようになってるんだ。で、ミドナちゃんの冠がドドドドド、すごい揺れてるけど大丈夫か。ああ、制御できてないんじゃない、力が。ミドナちゃん、ちょ、大丈夫か。頭をとてもぶつけておりますけども、このバリアをなんとか破らないといけないんだよね、結界をね。あれ、ミドナちゃん、うおー、すごい音、大丈夫、どこ行った、ちょ、うわあ、え、なに、うおー、ミドナちゃんが変な形になっちゃった。え、影の結晶石のこれがなんか呪いってこと。まあでもその力を使って壊せるんだったら壊してく。うわ、雲みたいになってる。うわ、気持ち悪い気持ち悪い動き気持ち悪い。はい、ということで、なんだその槍は。え、どこかから出てきた槍を使って結界を割っていく。いっけ、ミドナちゃん、いけるか。おー、どうなってんだ、影の結晶石とは、そして槍ってなんだいきなり出てきた槍でございますけど、まあ影の世界にはああいうなんか道具があるんでしょうね、結界を破る。あ、元の姿に戻ってる、大丈夫、力がちょっと制御できてなかったみたいですけど、まあ元の姿に戻れてよかった。これが元の姿でもないんだけどね、本当はねミドナちゃんはもともとね、黄昏の姫君ですから、ちゃんとした姿があって、まあ今はちょっとねこの姿になっちゃってるという形でございますが、ハイラル城入れるようになりましたよ。ダジャレみたいになってしまいましたが、行きま、え、こっち？こっち？こっちか。ちょっとどっちだか分かんなかったけど、行きましょうか。リンク、ガノンドロフを倒して、この戦いに決着をつけましょう。そしてハンコも探さないといけないな。スカム？え？押せる？う、え？ちょ、うわ、押せたわ。びっくりした。思ったより力持ちでした。なんでこんなでっかい扉なんだ？誰が開けれんだ、この扉。ね、でっかい魔物とかが通るように設計されているんでしょうか。はい、そして中庭まで来ましたけど、なんだこれ、え、よくわからない像があるけど、あ、トライフォース1個しかないよ。え、3個あるんじゃないの、トライフォースって。ちょ、引っかかっちゃってるけど、トリケラトプスじゃねえや、プテラノドンが。大丈夫か。え、トライフォース本物、これ、本物じゃないのか。え、わかんないけど、なんか、あ、3つあるわ。あー、なるほどね、知恵勇気力分かれてんのか。え、じゃあまずはどうする正面が、あー、いけないっぽいですね。小さな鍵がないと、うん、開かない仕様になっておりますので、正面以外のところから攻めるしかないということでしょう。じゃあまずはこっち行くか。
リンクの姿でいいのかな。うわーっとと後ろからトリケラトプスが来てけど、ちょなんでいきなりこのあれなんだ、結界に阻まれるんだ。リンクここでとどめ、まずはこいつを倒していく。こいつもあーとどめしたかったけどジャンプ切りすら当たらない。これさちょっと回転切りいかねえか。リンク行くぞ。ここでいてててて、だもういいよ。だったら回転切りが決まんないんだったらゴリ押せ。ほらほらほら、大ジャンプ切りとかも覚えたっちゃ覚えたんですけど、まあこういうね、なんか連戦というか、敵がいっぱいいるときは、連戦じゃねえや、敵がいっぱいいるときはね、大ジャンプ切りとかでなんとかしろと教わりましたが、 MK さんはゴリ押してしまいました。ということでこの先進める、あ進めるっぽい。なんだここ、えこんにちは、どうなってる。敵がいっぱいいて超雨降ってるけど、まあ魔物だらけって感じか。とりあえず倒していくしかなさそうですね。回転切り待機して、おらもうなんであんたの方が攻撃速度が速いんだ、体力めっちゃあるな。そして君で間違って妖精とか使っちゃうとまずいので、ちょっとこれ違うアイテムに切り替えておきましょう。 R もじゃあ疾風のブーメランにして、オッケーいいですね。で矢を使えば、上のやつなんとかできるかと思います。一発じゃなかったか、上から落とせば。はい、これで1体2体。このちっちゃいさ、ちっちゃいじゃねえや、この紫色のさオコブリンは、おおいけた。えこれ間からいけんじゃん。なんだちゃんと穴開いてる判定なんだ。いけ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 、体力多すぎないか。ちょちょ君体力、えやばくねこいつ、え食らってない。いや赤いエフェクト、あ食らってるわ。めちゃくちゃ体力が多いんだこの紫は。じゃあ今後も気をつけましょう。弓矢でやるとね、無駄になっちゃうので、あまり弓矢で倒さずしっかり剣で倒したいと思います。とどめを使えばちゃんと倒せますからね、一発一発っていうか、まあ最後のダメージで。はいオッケー。でちょっと待って、これ矢出てこない。あらー、うーわそれ爆弾か。えなんかもうちょっと分かりやすくなってないの、爆弾の樽って。それはあれか、ブレスオブザワイルドとかのイメージなのかそうブレスオブザワイルドとかティアーズオブザキングダムだと、爆弾の樽ってもうちょっと分かりやすくなってるんですよ。えイノシシいるよ。ちょイノシシ乗りたい。あでも上行けねえや。あれそのイノシシいいのかな。あいつ乗れば多分この辺りの柵とかガンガン壊して進めると思うんですけども、まあ取れないもんはしょうが、あこっちから取れる。あーよかったよかったよかった。よーしじゃあイノシシに乗って、ほいこっち行くぞ。いやなんか魔物がこうやって仲間になってくれるとあれだね、心強いですね。よーしガノンドロフの、まあ、魔の力も使いつつこの先進んでいきましょう。オッケーこう来て、おいいよ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 、ちょ一回止まろうか。あーいけんの、いけんの、いけんだったらもうこのまま行くよ。はい、あーただ一回止まる。でうわ上のさこのボコブリンたちも多分ね突撃すればもう倒せるわこれで。いてー大丈夫か。ちょ待て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 、まずこいつは弓矢で倒す。矢落としてくんねえか。あーいやードロップしないか、まあしょうがないな。したら待って、アイテムとかって落ちてないよね多分ね。おなんだ疾風のブーメランか。一回じゃあここで降りて、多分ブーメランで、え順番あるかな、ちょっと順番わかんないけど、とりあえず全部回してみよう。1、2の3の、えまだあるな遠くにも、4の、はいここで5の、いける。うわあー最後だけいけねえや。リンクそれじゃあちゃんと真ん中からやんなきゃダメだ。なるほどね、あと1個回りませんでしたのでもう一度いきましょう。奥から6、12の、はいここで3、えこれこうやって三角形でやんないといけないのかな、どうなんだろう。全部回ればいいと見てるけど、あれうわ全部ロックできねえ、嘘でしょ。えあーこれ分かった、通り道のところはロックしなくてもいいんだ。あーもう完璧に理解した、みんな分かった何言ってるか。こことここをロックすればここは回るんだ。だから1、2、これでいいんだな。で3、4、5と、これで全部回るんでしょ。はい、あーやっぱそうだ、うわーちょっと頭使うロック制限は知らなかった。えあれ嘘違うの、ちょ待って嘘でしょ。えトライフォース、トライフォースがヒントになる。あなんか、あなんか書いてる、この順番こうこう、
ちょっと待って、ウルフリンクか。ウルフリンクになれば何かしらがわかるのか。ここほ、え、待って、ミドナちゃんがなんか言ってる。リンク、あの壁の向こう側も気にならないか。もしかしたら入り口があるかもしれない。ちょっと調べてみないか。え、いけんの裏側。いけないよね、現状だといけない。だからまあ、ここ掘って中入れってことか。え、上のじゃあプロペラは何だったんだ。あー、どこ行ったのこれ。リンク、ここどこ。いや、中に入れたわけじゃないけど、え、お墓があるよ。墓地。え、なんか書いてあんのか。何も書いてねえや。ちょ、待て。え、何なんだろう、誰のお墓。よくわかりませんが、とりあえず、はい、魔物は倒しておきます。ルピーをゲットして。え、お墓になんかあんの。ちょっと、また掘れるところとかがあるって話なのか、それとも、あ、向こうか。向こうなんかあるぞ。待て。骸骨は全部倒す必要ないな。うわー、これもなんかパズルっぽくない。ちょっと待って。あー、敵倒すだけでいいのか。なんか書いてあるかも。呪われし剣士、神木の前にて眠らん。え、ということで、雨が止みし、この地で時の石像動かん。え、時の石像。雨が止む、どうやれば雨が止むの。全然分かってないけれど、とりあえずこいつら攻撃していくよ。あ、ただこいつら、そうだった、爆弾じゃないととどめさせない。ちょ、落ち着け、まだ間に合うよ。爆弾をここに置いて。え、雨でも爆弾って起爆するよね。大丈夫だよね、雨だったらダメとかないと思う。オーケー。ハート大量にゲット、ありがとうございます。そしたらなぜかあんたが出てきた。ここで、はい、縦アタックから体勢を崩して一気に攻め立てていく。おれ、待て、後ろが気になるな。後ろ倒してから、あ、兜割りでもよかったか。まあいいや。で、爆弾置きます。神木の前の剣士。待て、神木ってこれ、え、全滅させただけじゃやっぱり開かないな。これでは、神木の前に剣士。ほら、なんか爆弾でさ、中入れそうになってるよ。入ってみ、あー、びっくりした。大丈夫だった？リンク、食らってはいないか。で、これを踏む。そうすると開くけれど、待て、雨が止みしときどうこうっていうのは？あー、いけんのか。なんだい、びっくりした。コピーロットを使ってどうこうみたいな意味に聞こえたけど、これ。雨が止みしこの地で時の石像動かん。時の石像ってどれ？あ、あれか、これだ、時の石像って。多分雨が止みし、え、火つけるだけじゃダメなんかな。ちょっと待てよ、いろんなことやりたいが、そっか、雨降ってると火がつけれないのか。ってことはやっぱ先にこっちに行くしかないな。あ、火つけるとこあるよ。そして宝箱、中には何が入っているんでしょうか。うおー、100ルピー、ありがとう。そして、ああ、まだあるよ、宝箱。よし、じゃあこの辺りガンガン開けていきま、違う、リンク、それじゃないよ。はい、宝箱の中身は1ルピーかい。1ルピーって宝箱の中から出るの、やめて。うわ、20ルピーね。当たりと外れだったんでしょうか。そしたらランタン、あ、ランタンってか、カンテラを使って火をつける。そうすると雨が止む。なんで火をつけると雨が止むの、意味は分かりませんが、まあ雨は止みましたね。そしたらまだまだやりたいところでもありますけど、まあ一旦今回はこれぐらいで終わっておきましょう。じゃあ次回はここに火をつけて時の石像を動かすところからやっていければと思いますので、ぜひチャンネル登録と高評価をして次の動画をお待ちください。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。また雨降ったんかい。